ガッディエヌス発行による貨幣。第二軍団イタリカの象徴であるメスオオカミと双子が見受けられる。裏面には、レック、ツーイタルセブン、P7F とあり、これは第二軍団イタリカセブン、P7F イコールセブン、PIA セブンフィーデリースの意味である。第二軍団、イタリカは、ローマ軍団の一つ。 165年にマルクス・アウレリウス・アントニヌスによって第三軍団、イタリカと同時に編成、当時同時に戦っていたゲルマニアとパルティアへの備えとした。軍団の紋章は女狼と双子、すなわちロムルスとレムスであり、これは当時の皇帝アウレリウスと共同皇帝であったルキウス・ウェルスも表していた。当初の軍団の駐屯地はドナウ川流域の乗り組む この地は、ゲルマン人が侵入が激しかった地であった。その後軍団は、ラウリアクムに移動する。後皇帝の年には、セプティミウス・セウェルスの指揮のもとローマに進軍、セウェルスの定位継承のために戦う。その労力に際し、セウェルスからフィデリス、フィーデリース、忠実な軍団の意の称号を授かる。その後セウェルスは軍団を、ペスケンユース・ニギルやクロディウス・アルビヌス、 そして自らのパルティア信仰に投入するつもりであったらしい。軍人皇帝の時代は定位を求める者にとって、軍団の影響力は欠かせなかった。その中で、軍団はガッディエヌスを支持その牢に対してセプティエス・ピア・セプティエス・フィデリスというコグノーメンを送られた。5世紀の初頭には、軍団は最初の中屯地である乗組へと戻り、 ここに駐屯した記録が最後となっている。ありがとうございます。